はい、えー、皆さんおはようございます。えー、シーグレッツの中本です。よろしくお願いします。えー、今日もですね、シーグレッツセミナーチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます、えー。まだあのゴールデンウィーク休暇中の方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、まあなかなかね、あの緊急事態宣言のところもありますし、マンボウですかあのエリアもね方もいらっしゃったりということで、えー、ご自宅にいらっしゃる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども。 まあ私たちもですねゴールデンウィーク休暇先月の29からか4月29から5月の5日水曜日まで一応会社的にはですねゴールデンウィーク休暇期間ということでまあいただきはしたんですけどまあただ実際あのまあこのシ c ネスセミナーチャンネルの動画配信も含めてですね個別相談会ですとか あまあ物件説明会とかですねワンルーム物件説明会だセミナーだということでまあ営業活動は継続してまして交代制で休み取ったりということであの営業活動をしてましたのでそんなにあのゴールデンウィーク明けっていう気はねあのしないんですがあまあただ個人的に私もまあちょっとゴールデンウィーク5月1週間ほどお休みいただいてたのでまあ今回久しぶりの生配信に登場ということでですね今日も午前中。 まあ一時間半から二時間ほど、えー、お届けしていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。えー、今日はですね、事例で学ぶ一戸アパート投資の進め方、五月編ということで、えー、もう次回からはあのー、ご予約いただいた方だけ、えー、ご視聴いただけるというパターンにしようかなというふうに思ってますけど、まあ今日まではあーこの C.F.N. セミナーチャンネルをですね、まあ、事前にご予約いただいてなくても、えー、ご視聴いただけるようにしてますので、まあ広く。 えー、私たちからすると、まあ、どうなったがね、えー、ご視聴されてるのかっていうのはからないんですけれども、まあ、世間の皆様からすると誰でも見れるというところになってますので、えーまあ、このテーマに沿ってですね、えー、お話をお届けしたいなというふうに思ってますけれども、えーまあ、自己紹介ですね、えー、もう20年今年で18年目ですか c f ッ e まあ大学卒業しまして c f ネッ t s 入社させていただいてですね もう18年になります今年で18年目ということで、まあ、この仕事をですねやらせていただいてます、まあ、この仕事っていうのは、まあ、不動産投資のコンサルですよね、まあ、賃貸系のお手伝い、えー、資産形成のもん組み立てですとかあ購入売却、まあ、相続税対策とかですね、まあ、いろんなことをやらせていただいてますねでまあ保有資格ということで、まあ、どうしてもその実務やりながらもですね、まあ、いろんな理論も理屈もえ知らなきゃいけないということで まあ保有資格にも載せてますけど CPM だ CCIM だとかね FP とかえーあとはまあ宅地建物取引士ですよねまあこれなんかまあこの業界ですと必須になりますけれどもまあそういったことを勉強しながらまあ実務と合わせてですねまあそしてえ私自身も大家さんということでえ自分自身も不動産賃貸経営不動産所有してますのでまあいろんな切り口であのご相談いただいた方にですねアドバイスさせていただけるかなと。 ということで、まあ、普段あまあそしてですね今日の午前中、まあ、座学ということで、まあ、アパート投資とはどんなもんかということで、まあ、今日はあのテーマ1棟ですよね1棟アパート投資ということで、えーまあ、不動産投資の、まあ、種類ですかう、まあ、大きく分けて3分類ぐらいですよ。 えー、中古のワンルーム、まあ、そしてアパート、まあ、今日のテーーマですねアパートそして、まあ、イットマンションということで、まあ、大きく分けて3分類、まあ、あと細かいとこですと例えば駐車場とか店舗とかテナントビルとかね、まあ、ありますけれども、まあ、今日はあのアパートのテーマあ絞らせていただいてでこれを座学で午前中学んでいただいてですねで午後今日の午後ですね、えー、物件説明会ということでミニですね。えー、ミニですからあ午後の 13時半から、まあ、おそらく16時から、まあ、16時半ぐらいまでになると思うんですが、えー、市場に流通している、まあ、もしくは水面下の物件情報を、えー、事前にお申し込みいただいて事前にご予約いただいた方これ限定配信になりますけれどもに対して、えー、まあプレゼンさせていただいて、まあ、物件の見方とかですね目利きの部分で学んでいただけたりとあとは私がコメンテータープレゼンターがこうね、えー、顔写真載せてますけど各プレゼンター コンサルジンがこうプレゼンさせていただいて、まあ、それに対して私の方でまあコメントさせていただくと。まあ、もちろんね、いい物件もあれば、ちょっとこれどうかなみたいなね、物件もあるかな、あるかもしれないですけれども、まあ、それの良し悪し学んでいただきながら、まあ、いい物件があれば、あ手を挙げていただいてご購入いただくということもできますので、まあ、ただこれ、午後のやつはあの、ご視聴はあのお申し込みが必要になります。まあ、ですので、 まあ、ぜひあの知らなかったという方はですね、えー、ホームページご覧いただいて、ホームページから、えー、このホームページのイベントバナーからですね、えー、ご予約お申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。そして、そしてですね、まだご存知ない方もいらっしゃる。いらっしゃいますかこれあの、ついに、えー もう発売開始ということでですね不動産投資資産管理法人戦略ということで、えー、お待たせいたしました、えー、そうですねまあこれ詳しくはまた明日あの10時からうですねこの出版記念公演ということでまあ著者は私になりますけれども税監修であのホタテ税理士、まあ、そして総合監修はあのうちの代表の倉橋に総合監修していただいたんですけれども この出版記念公演、あ明日10時から、これも生配信ですね。ただ、こちらもあの事前予約制ということで、あらかじめご予約いただいた方のみ、視聴をできるということになってますので、まあ、この本の内容についてはですね、明日また午前中、あれこれ、私と、まあ、そして税関紙のホタテ税理士も登場いただいてですね、あれこれお話できればなというふうに思ってますので、まあ、これについてはちょっと明日の午後に譲りたいかなと。まあ、ぜひそちらも合わせてご視聴お願いいたします。 まあそして、まあちょっとね、冒頭から宣伝が続いちゃって申し訳ないんですが、あの、来週ですね、来週の今日、1週間後ですちょうど、まあそして来週は土曜日、日曜日と、あの、c f 熱不動産フェア2021、まあこれはオンラインですね、えー、今年もオンラインでやらせていただくということで、えー、1週間後の土曜日はですね、これ1日がかりの収益物件説明会、今日の午後はミニですから、 あーまあ、2、3時間ぐらいですよね。そしてコメンテーターも私だけですけれども、この1週間後の CFNET 不動産フェアの、えー、15日土曜日の収益物件説明会はこれ、アセットコンサルタント人が全員集合します。どうしても1日がか,かりで、ワンルームもあればアパート。 まあ、新築アパートもあれば中古アパートもあるかもしれないですね。そういった物件の説明会をやらせていただいて、コメンテーターも、えー、私以外にもですね、他の副社長陣もおコメントさせていただく、まあ、そして代表の倉橋も含めてですね、えー、批評をコメントさせていただいて、えー、いい物件があればもちろんね、手を挙げていただくと。これも、あのー、事前にご予約いただく必要がありますので、えー、ぜひですね、この土曜日と、まあ、そして翌日曜日の,このオンラインセミナー、翌日曜日はですね、午前中代表の倉橋、そして午後は まあうちの PM だあとは大谷さんあが実際ご登場いただいてパネルディスカッションとかですねそういったイベントもありますのでまあぜひ来週のイベントも、えー、合わせましてご予約いただければよろしいんじゃないかなというふうに思っておりますよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですね今日はこのテーマで進めていきたいなというふうに思っておりますので、えー、よろしくお願いいたしますえー、まずアパート投資の特徴ですねはい でまあ、先ほどちょっと申し上げましたけど、まあ、大体大きく分けてね3分類ぐらいですよ投資対象っていうのはうん私たちが普段ね手掛けるやつで大きく分けて3分類ぐらいのこの携帯が多いんですけれどもあの、まあ、ワンルームですよね、まあ、そして今回のテーマのアパート、まあ、そして一棟マンションという中で、えーまあ、主な取引の価格帯ということでワン,、まあ、ワンルームだと、まあ、大体ね800万から1500万ぐらいですね が多いですもうこれ中古鉄則ですすもう中古鉄則ね区分のマンンションはアパートですとまあ新築か中古かというところに分かれますけれども新築ですとだい6,000万から2億ぐらいがまあ多いですね手掛ける価格帯としてはアパートですと4,000万から1億ぐらいというところですかね一、まあ、棟マンションですとあのあ中古だとね4,000万から1億ぐらい一棟マンションですと1億から3億ぐらいかなというところですね で必要な自己資金のイメージなんですけれどもまあ、区分が一番少なく済みますよねですからやっぱりその買いたい方買える方が一番多いっていうのは区分のマンションですよねですからなかなか価格も下がりづらい逆に価格上がってたりっていうのは一番感じるのが区分のマンションかななんてね思ったりしますけれどもまあ、そして1棟アパートがまあ、このちょうど真ん中ぐらいに位置するというところですね でアパートもその、まあ、2億の物件よりは、ね、当然6,000万のアパートの方が買いやすいということはありますので当然ながら競争は激しくなるというのはありますよね価格が下がるということは買いやすくなるということですからあの買える方が増えるとそういう像になればなるほどです、ね、競争が激しくなるというのはありますねそしてアパート投資とワンルーム投資の比較ですね特徴の比較なんですけれども アパート投資だとどうなのというところで、まあ、資金調達がやっぱ結構違いますよね。えー、資金調達で条件が有利というのはアパート投資の特徴ですかね。えー、まあ金利が低くなりがちあとは銀行さんも喜んでやっていただける感じが、まあ、どっちかっていうとねワンルームよりはアパートにも融資しますよっていう金融機関の方が、まあ、選択肢が多かったりしがちかなと。 いう気はしますかねまあでも最近そうだなここ載せましたけど去年の去年の中まあ末ぐらいからですかねまあ、ちょっとねまた選択肢も増えつつあるのであのー、ワンルームってね結構ね波が激しいですね金融機関も。 あのー、やらないよっていうところがね出たりじゃあうちやりますよっていうところが出たりするので、まあ、結構コロコロ変わりがちではあるんですけど、まあ、どっちかっていうとアパートの方が、まあ、条件は良くなりやすいかなというところですかね。で、えーまあ、一気に資産規模拡大できますよねと、えー、アパート一 1,、えー、1つ取引したとしても、えー、いきなり10世帯とかだったりしますけどワンルームですとねあくまでも1取引は1室だけど。 ということで資産規模拡大しようと思うとね同じ時間かけるんだったらアパートの方が一気にこう資産を拡大できるというのがあったりしますかね、えー、あとはまあ建物について自由に工夫できるというのはあのー、区分ですとどうしてもその全体のマンション管理組合というのがありますのでそこのルールに従わなきゃいけないというところですねペット飼育できるとかできないとかね、えー、外壁の色をどうしたいとか。 修繕計画をこうしたりとかね、えー、その辺はやっぱ全体のルール多数決でルールが決まりますのでそれに従わなきゃいけないというのがありますね。まあそれはね、丸三丸四というところですよね、えー。そしてまあ融資条件ということで、まあ、先ほどね、あのー、アパートの方が若干やっぱ融資条件良くなりやすいかなという話しましたけれどもまあ実際その大銀行さん。うん。このあのー、まあ午後の えー、物件説明会は、ね、あの事前にご予約いただいた方のみになりますので、まあ、銀行名も実名登場しますけれども、まあ、ここはちょっとイニシャルトークさせていただきますね、えー、大銀行さんの融資規定ということで、えー、例えば1億円の物件がありましたとこれ真ん中ですね一億円投資総額1億円です自己資金が2000万エクイティとエクイティ二2000万ですよで残りを借り入れしました、えー、ローンバランス8000万円借り入れして総額1億円の投資をしましたと。 いう場合左側がワンルームで右側がアパートというところで,で左側が区分のワールーム築35年古いなってね思われる方も見るかもしれないんですけれどもマンション古くても大丈夫です管理がちゃんとしてるかどうかというところですねで逆に言うと築年数ある程度経ってないと価格がね結構割高だったりするので例えば「築10年で物件買いましたと」と新しいからね誰が見たってピカピカですよ。 新しいんですけれども当然金額も例えば2,000万超えてるとかね、えー、なってたり2,000万超えてるからダメってことじゃないんですけれどもまあ大体都内でね築10年15年ぐらいですと、えー、価格で2,000万2500万ぐらいで、えー、まあ高いの買っちゃいましたねなんてねいうことが多いんですけれどもやっぱ区分のマンションっていうのは中古が鉄則である程度築年数経ってないと価格がねこう下がってないのでうん、まあ、割高で買っちゃってるケースがまあ かかななり多いいっていう感じですねあのうちに買ってから相談見える方随分高いやつ買っちゃったねなんてねお話すること多いですけれどもそういう方はまあまだまだ新しいやつ買っちゃってるっていうケースが多いですね区分のマンションですと。で、えー、まあ話それましたけど、まあ、今日ねあのワンルームマンションの話じゃないのでマンション投資の話じゃないのであ,のあんまり深掘りはしないですが1,000万で10個買いましたというのがマンションのケですね。 でえー、右側があ新築のアパートを1億円でドーンと買いました。で、えー、両方とも FCR5.5% まあ利益率実質利回りのことですねで5.5%でしたという場合1億円の 5.5%1 億円投資したやつの利益率が5.5ですから NY 営業利益ですねネットペレティングインカム550万円ですと。でこれはどっちも一緒ですよとだったとしても、えー、融資条件ですね。 やっとたどり着きましたけど、えー、融資条件が違ううとということなんですね物件の種類が違いますし築年数も違うということで融資条件が違ってくる同じ銀行でも融資条件が違ってくるんですよと。え分、ー、のマンションですと金利この大銀行さんで金利2.525%の返済期間が20年そうするとおー K% ってありますね6.37%これあの返済額が510万円になるんですよ。 8000万円を金利2.525%の20年返済で借りるとですね、返済で510万円と。この510万円が8000万に対して占める割合。お金のレンタル料はどれぐらいなのかなというところですね。金利じゃないですからね。金利と元金を銀行には返しますから、その金利と元金が借りているお金に対して占める割合が何かということですね。で、かたや新築アパートの場合ですと、金利2.05%の35年返済。 えー、ということで金利も下がるし期間も伸びるということでですねそうすると同じ8000万の借り入れとしても返済額が全然違ってくるということでそうすると、えー、n y 五5 5 0万円から返済 ADS を引いてですねビフォータックスキャッシュロー BTCF キャッシュローが全然違ってくるというわけですねそうすると手元に同じような収益率同じ利益率の物件を買ったのに 物件の種類が違うことによって融資条件が全然違ってくる。そうすると返済額が全然違うよねと。とそうすると儲けの部分が違ってくる。ワンルームですと40万、えー。ここのアパートの事例で言うと230万になってくるよねと。とこの得られるキャッシュローですね。40万、230万。これをそれぞれの投下した資金2000万円ですね。で割り戻すと資本効率が出ます。えー、CCR って言いますけれども、ワンルームですここン2%。1棟ですと11.5%ということで、 まあ、キャッシュフローも違ってくるし、資本効率も違ってくるんだよというところですね。まあ、こういう感じに、まあ、特にこの大銀行さんを例に挙げればですね、えー、物件によって全然融資条件が違ってくるというところですね。まあ、ですから、投資できる資金、かけられる時間、あと目標とするキャッシュフロー。えー、自分は将来、えーまあ、例えばそうですね、10年後に、えー、年間120万のキャッシュフローが欲しいんだ。 なるのか20年後に500万欲しいんだ1,000万欲しいんだ今すぐ1,000万欲しいんだ今すぐまあ月々10万ぐらい入ればいいかな月々5万ぐらい入ればいいかなっていうその目標によってえーね、全然、えー、その必要な選択肢が違ってくるよというところですね。まあ3の目標次第で一等投資が必要ですよということで、まあ、例えば自己資金で3,000万ありましたというところでですね えそうですね、融資が全く受けられないという方もね、もちろんいらっしゃいますよね、そういう方、もしくは借り入れを全くしたくないという方、現金で区分を買うと、この3000万使って、1000万のワンルームを3つ買う、もしくは1500万2つ買うでもいいですけれども、利益率 FCR で4.5%ぐらいだったとすると、キャッシュウローで135万円ですよ、3000万かけて4.5%ですか。 まあ月々、えー、家賃収入、キャッシュフローで10万円ぐらい入ればもう十分かなっていう方は、もうこれでもいいですよね。これでも。別にその、例えばですけど、まあ、今年60歳になります、65歳になります、退職金、もしくは退職金以外で養生金で3000万、不動産に回せる資金で3000万ありますよと。で、そんなにリスクはもう置いたくないよねと。 でまあ月10万あればもう生活的には困らないかなっていうことであれば、まあ、あえて借り入れせずにね、えー、今日のテーマのアパートではないですけれどもワンルームでいくつか買って現金で買って運用すれば月10万ぐらいのキャッシュを得られるわけですからもう全然それでもいいですよね以上っていうことにもなったりしますよねいやそうじゃないとうーん得られるだけキャッシュを欲しいんだとか もっとねえし、ー、ろ資産を拡大していきたいんだとなるとやっぱり自分の自己資金と借り入れしてきて足してなるべく大きい不動産を買ってですねレバレッジをかけてキャッシュフローを上げていく必要があるとそうするとまあ3000万仮に資本効率10%の運用しても300万ということで、えー、いややっぱそれぐらい欲しいよねってなる人もやっぱりいるわけですよねまあ,あ現金じゃなくて えー、現金で2つ3つじゃなくて、えー、ワンルームがいいんだけれどもなるべく部屋数を増やしたいといい人も言いますよね。そうすると、まあ、先ほどのね大銀行さんの事例で言うと資本効率2%ぐらいだったので、まあ、3,000万の2%ですと60万。そうすると現金で買った時よりキャッシュル入んないじゃんってね、えー、それだったら現金で買った方がいいよって思う人ももちろんいらっしゃるでわけですよね。 今すぐその月10万ぐらい欲しい年間120万以上欲しいんだっていう方だったらね丸一になるんでしょうけれどもまあ別に今すぐそのキャッシュフロー月10万だ20万だ必要ないという方だったらでもそういう方でアパートじゃないワンルームがいいんだっていうことだったらねいっぱい買うメリットとしては、えー、3000万とね残り借り入れしてワンルームいっぱい買うと可能な買う限り買うと。 いうメリットとしてはやっぱり売却益が得られるというねいっぱい持つことによってキャピタルゲインが得られる可能性がやっぱ少しでも高まったりということもあったりしますしローンが減っていけばね借り入れの部分ローン返済がなくなればそれだけキャッシューが大きくなるということもねありますからまあ本当ね目標次第で選択肢違ってきますよということですね。まあ まあなので今日はあのアパートがテーマでありますけれども必ずしも皆さんアパート投資やってくださいというものではないですあの飼フネットって別にアパート分譲会社ではないのでアパートだけ仲介している会社ではないですよあのワンルームマンションももちろんね取引してますしまああのイットマンションももちろんやってますので、まあ、そこはあの誤解のないようにお願いしたいんですけれどもじゃあ自分はどっちがいいのかなっていうそこはそもそも分かんないという方はあのぜひね えー、直接ご相談いただければと思うんですけれどもまあすでにご相談いただいてたりとか、まあ、もしくはご自分の中である程度物差しがもう決まっててですねアパートに興味があるという方は是非大いにね、えー、ご参考いただければとあの思います、えー、そしてですね、えー、じゃあ具体的にということで、まあ、中古アパート投資の事例ということでですね、えー、進んでいきたいなというふうに思いますねと、えーまあ、とある中古のアパート事例と ということで、まあ、これは東京都の大田区というところですね、えー、京急蒲田駅というところで、えー、蒲田駅と保険内のアパートのです、ねえー、事例についてちょっとお話をしていきますけれども、えー、蒲田駅、京急蒲田ですと、約6万4千人ぐらいですね、乗車人員。まあ、そこのエリアの、えー、2階建ての木造アパート、平成8年地区というアパートでしたね、4世帯。 えー、年間収入で433万円というような物件でした、えー、図解で分かる収益構造ということで物件金額が5,480万でしたで諸費用がかかりますね、えーまあ、当社が頂戴します仲介手数料、えー、ですとか印紙代契約の印紙代登録免許税火災保険料また不動産取得税、えー、とかですねそういったものがまあ大体物件金額の7%から8%ぐらいですね 消、えー、費用としてかかってきます。で、えー、投資額としてはですね、物件の本体金額と消、えー、費用と合わせて投資総額になりますけれども、これが五千九百三十万円それに対して借り入れ金額が一体いくらできるのかなと。まあこれがね、まず分かんない方はね、先に銀行に相談するのやったら先ですよ。 あのですから私たちもそのご相談いただいて、えー、ある程度その経験則上、まあ、今日もお話し,しますけど、まあ、あのどこの銀行使えそうですねだからこういう組み立てできそうですよっていうお話させていただくんですけど実際そこから先のステップっていうのはですねやっぱり本当に融資を受けられるかどうかっていうのを確認するわけですねですからあの、まあ、今日ご視聴いただいている方でもアパート投資やりたいな、まあ、もしくはワンルーム投資自分にはワンルーム投資しか無理かな と思ってらっしゃる方でも、意外にこうローンの出しにしてみたら、あ、こんな借りられるんだとかね、逆にあ、そんな借り入れできないんだなっていうこともやっぱあったりするので、まずはやっぱり自分がどれぐらい借り入れできそうかというのを抑えるのが先だったりしますね。で、まあこのケースですと、あ、90%を M 銀行さんから融資を受けられたということで、金利で3.9%の30年返済という融資条件だったわけですね。えー、そうすると、まあ差額の自己資金 当初額5,930万円からですね借入金額4,930万円引くと差額の自己資金が必要になってくる1,000万円というところで、えー、見込みの売上げ、えー、相場で貸せる賃料ですね、えー、から空室率まあここでは5%で想定してますけれどもそこから引いて実行売上げ、えー、グロスポテンシャルインカムが433万円相場の賃料から空室損を引いて え未回収損というのは滞納リスクですけど滞納リスクについてはまあこれ当社で管理させていただいてますので無、えー、期限の滞納保証がつくので、まあ、そこはあの運営費の中で、えー、当社が頂戴するまする管理手数料を計上しているので、まあ、この未回収損はこの運営費の方で、えー、運営費でちょしている管理手数料で吸収できているというところですね。ですからまあここでは空室損のみと。 で実行売上げが出てそこからあ実行売上げエフェクティブグロスインカムが411万そこから運営費オペックス引いてペックスまあアパートの場合ですと,、えーとまあ、日常清掃消防設備点検、えー、あとは供有部光熱費、えー、賃貸管理手数料お固定産税都市計画税、まあ、そして火災保険料とかですね、まあ、火災保険料はまあ実際契約時諸費用としてね計上してますけども まあ、税務上はあの毎年経費に半分計上しなきゃいけないので、えーまあ、10年契約で保険払ったとしたらですね毎年毎年こう確定申告上はあ割り算してもちろん1年契約でね火災保険払ってる人っていうのはこの運営費に毎年毎年、えー、計上していくとおまあまあという感じですね。<laughs> ままああででもそうですね、まあ、年払いでもいいんですけど、まあ、長く長い期間保険入った方が割安にはなるんですね、えー、割安にはなるんですけどまあこれはもうそ,れその方はそれぞれ違ってきますけれども基本的にはは長期契約をお勧めはしてますねで今はまだ10年は大丈夫なのかなもうすぐ最長で5年とかになりそうな感じですけど年々この保険期間 またねちょっと脱線したと長くなっちゃうのであれなんですけど保険期間って10年ぐらい前はねほんと30年とか入れたんですけどそれがもう今10年とかね最長保険期間がどんどん短くなっちゃってるというところですねですからまあ早いタイミングで長い期間に入っといた方が単年あたりは割安になるというのはありますねで運営費引いて営業準利益 n y 3 5 1万円とでそこから 負債ですね。ADS、アニュアルデッドサービス、えー、ローン返済額。4930万円をですね。ーセ3.9%の30年返済。で、えー、借りますと279万円。それ引くと72万円のキャッシュローということになるわけですね。で、えー、この儲けだけじゃダメで、この収益構造を出しながら、収益率がどうなるかというところで、 営業利益351万円を5,930万円で割り戻すと、えー、利益率まあ実質利回りですね FCR で5.9%で、えー、これを出して、えー、他の、えー、物件で自分が投資した場合の利益率と比較するとね、えーまあ、より、えー、この物件がまあ割安なのか割高なのかとか投資としての利益率がどうなのかとか。 いうまあ物差しになるということですね。で、CCR、まあ資本効率ですね。えー、キャッシュロー七72万円を、えー、入れた、えー、この投資に、えー、投資した資金、自己資金で割り戻すと、えー、自己資金の資本効率、運用効率が出るとここでは7.2%ということですね。えー、1000万円が7.2%で儲けをもたらすと。 ということです1,000万ま貯、あ、めるのはね大変ですけどこれ1,000万をこれ銀行に置いてる方まあいっぱいいらっしゃいますよね銀行にお金を置いてる方いっぱいいらっしゃいますけどえー、金利でいくらですか 0.001%1,000 万銀行に預けて100円ですからね。 本当 ATM に1回行ったらね、えー、もう飛んじゃう,う利息ですけどかたやこれ不動産に変えることによってまあここで言うと7.2%ですね毎、まあ、年72万円を入ってくるということになってるわけですよねこの事例ですとまあですから人口に置いとくのがねどれだけもったいないかっていうのは、まあ、この資本効率見ていただくとお分かりいただけるんじゃないかなというふうには えー、思いますけども、ねまあただそれこの利回りってその比較するための物差しなのでまあ他にそに投資してるよということでまあ自分はもっとね運用できてるんだっていうんだったらね、えー、そっちで運用したらいいじゃないですかなんてことになりますしいやいや全然それよりね利回り低いな低かったよってことであればじゃあ不動産でどうですかってことにもなりますしまああとはリスク面ですよね。 あの不動産は解けてなくならないので、えー、やっぱり価格の変動はもちろんね、えー、ありますけれども一夜にして価値がゼロになるとかね、えー、いうことはないので、まあ、そういう手堅さはやっぱあるよなというふうに思いますけどもね。